何？頭の後ろ、ずっと寝癖ついてんぞ。え？そういうのは早く言ってよ。もう私に触らないんだろう。いくら年下には興味がないって言ってもさ、少しくらいはそういう気分になるものなんじゃないの？お疲れ。ちゃんと有言実行だったな。はい。ってことで、ご褒美に一緒に映画見に行ってください。おい。やることないな。私いつまでここにいられるんだろう。吉田さんも都合が悪くなればきっと私を追い出す。例えば恋人ができるとか。何なのこれ。映画、そっか。ってことは後藤さんじゃないよね。女の人かな。吉田さんはどうでした、あの映画。どうって聞かれてもな。でもそんなのつまらなくないですか。つまらない？だってその後の人生を左右するようなものすごい出会いしてるのは今なんですよ。ああ。運命の出会いに気がついた頃には何もかも手の届かないところにあったなんて展開は物語なら泣けますけど。運命の出会い、お前はあったのか。ええ、してますよ。運命の出会い。だから絶対にこの出会いを逃したくないんです。面白かった。じゃあ今日はここらで解散ですね。付き合っていただいてありがとうございました。吉田先輩だったらどうしますか。バカ言ってんじゃねえ、さっさと帰れ。